はい、どうも皆さんこんばんは。それではファイナルファンタジー3続きやっていきましょう。白魔導士黒魔導士2人を一旦後列に下げました。邪魔なので。ということで、封印の洞窟に入っていきましょう。お、なんだこれ、かわいいな。呪いの効果だって。絶対かわいい。うん、クソ痛い。あれれれれ、これ死人が出るやつじゃね。あ、これ死人が出るやつだ。先行しろ、ケアル先行しろ、ケアル先行しろ。あー、マグロー。ちょっとタイム逃げるか。お、逃げれた逃げれた。え、敵がクソ強いんすけど、どういうことっすか俺。ちょ、タイム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 。おい、ふざけんなよ、あんなん倒せるわけないだろ。シドくん、俺倒すの無理そうだわ。え、ガン逃げでいいのかな。はあ、もうなんかストーリー上は封印の洞窟に行けみたいなムーブになってる。うざ。あれ無理だろ、人間がたどり着いていい場所じゃねえって。はあ、どうすんだこれ、どうすんだ、どうすりゃいいんだ、どうすれば正解なんだ。黒はまあ役に立たないじゃん。で、白はまあ回復魔法使えるからまだ許されるじゃん。ないともろくね。全員光栄にしてポイゾナでも打ってれば変わってるかな。さすがにそんなに甘くないはず。あー、杖買ってあげよう。ちょっと待って、防具ってさ、今つけてるの以上のやつそんなにないよな。レベルか？レベルが足らないんか。革鎧2つ追加で買って。どうすんのこれ、どうするのが正解なんだ。いや、あれだろ、そのさ、この辺の森とかで歩いてれば敵がちょっと強いとかじゃないの。あ、ちょっとじゃなさそう。ひぎ、あ、これ死人が出るやつだわ。ちょ、お、死ぬ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 。お前らの先制攻撃で一人行く。スリプルがめちゃくちゃ強い可能性にかける。全員にヒットして全員眠らせてくれる可能性にかける。やばい、死ぬ。またマグロが狙われてる。おい、ケアル先行しろよ。よし、もうさ、この調子でやってたらさ、レベル上げるのにすげえ時間かかるんだけど。光の戦士弱すぎってなって終わるんだけど、どうすればいい？これなんかあれやぞ、2以上に見通しが暗いぞ。え、やば。ちょっと待って、この規模でやってく？1回でKR使えなくなるんだけど。
待って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 、この感じでレベル上げてく。あーまあこれだったら一ターンで反撃受けることなく勝てるだろうけど、いやにしても途方なくないか。いやとりあえずなんか全員レベル5になるまでカットするわ。はい、やっとレベル5になりました全員。疲れたわー、苦行だわーこれ。っていうかさ、なんかさ、ワサビくんが一番強いのはどういう説理なんでしょうね。結構やってるんですけど、ザコ狩りをオートでね、ワサビくんの戦うが一番火力高いんだけど、それはどういうことなんでしょうね。熟練度の問題かな。2とは違ってジョブごとの熟練度であって武器ごとの熟練度ではないと思うんだけどな、どうなんだろう、わかんねえ。よし、さっさと行きましょう。でね、やっぱレベル1個上がると結構変わったんで、多分5になればさすがに余裕なんじゃないかなと。だって5って一番最初っていうか序盤のダンジョンにもう飛び込むレベルだから、ほら余裕よ。見たかザコどもが、いてえ、めちゃんこいてえ。それでも辛いもんは辛いみたいな状況なんだけど、てかさ白魔同士が HP 一番多いのおかしくない？あ、ポーションとかも拾えてはいるのでなんとかなるでしょう。アイテムでご了承すれば。痛い、ちょっと待って、10倍のしっぺ返しやめろ。ケアある自分に。これ黒が足引っ張ってんだよな、何もやることないからさ黒魔導士。普通に黒がただただ足引っ張ってんだけど、まあでもしょうがねえよな、今後のために育てておきたい要因ではあるからな。弱え弱えよお前ら。みんな熟練度8とかになってきたわ。経験値多いすぎ、なんこれやってらんないんだけど。外で経験値ってかレベル上げしてた俺がバカバカしくなってくるんだけど。やっぱ魔法だよ魔法、魔法が足りないんだよ魔法が。ちょっとここは黒じゃなくて赤にするべきかな、なんかそんな気がしてきた。赤だったら多分それなりに武器の火力も出るはずなんだよな。よし、ナイス。回復は大丈夫だね。あとまあ一番の要因として挙げられそうなのは盾なんだけど、でも盾つけたところでそんなに変わらないと思うんだよな。よいしょ、あん？おう、誰だお前。私はサラ、サスーン王の娘です。サラ姫、どうしてこんなところに？私はミスリルの指輪をつけていたので、ジンの呪いにかからなかったのです。城のみんなを助けたくて、ここまで来たのだけど、魔物がいてこの先には進めません。あの別に道中にも魔物はいましたけど、ここは危険だ。サラ姫は城で待っていてください。いえ、行きます。一人でも行くわ。あ、あいつ死んだわ。困ったお姫様だ。お願い、一緒に連れて行って。このミスルルの指輪がなければジンを封印することはできません。仕方がないな。あ、パーティーに加わるんだ。でも別に戦闘に参加するわけじゃないでしょ。あ、そうそう、私と話すときはエルボタンよ、忘れないでね。さあ行きましょう。別にお前と話すことねえよ。私はサラ、あなたは？俺は箱丸。よろしくね。
在はこの女。あと L ボタンを押しても何もない。一人でこんなところまで来てしまったけど困っていたの。あなた方が来てくれて本当に助かりました。どうもありがとう。何しに来たんお前マジで。戦闘に加わるでもなく、ただただ指輪持ってるから私も連れてかないとどうしようもないぞみたいな強気な姿勢を出してきやがってよ。あ、死ぬ。ポイズン一発で即死圏内入った。悲しい。ケアルがオーバー回復なのやめてほしいな。てか泉とかないっすよねこの先。やばいっすね。多分もうジンがいるっぽい。いたわ、あいつだよあいつ。どうせ名前からしてジーニーみたいな見た目してるんだって。よくいるんだからそういうタイプのボス。ボスってか敵。やばいな。一旦戻って回復してこようかな。まあでもこれで多分戦闘終わったらレベルが上がったね。もう一個あら、まあ7ありゃ大丈夫だろう。5で入って7になったんだから大丈夫だろう。ギャー、先制攻撃やめろマジで。大概にしろ先制攻撃する分にはいいんだけどさ。ちなみにこれさ、ジョブの熟練度っていくつでマックスなんだろう。あれ10に上がったのって誰。ああ、わさびとマグロが上がったのか。お前ら熟練度上がるの早いな。なんでだろう、なんかあんのかな。しっかりポーションで回復して行こう。お前さあ空気読めやクソまみてめえ。よし行くぞ。ジンだ。私がこの指輪でジンを封じます。いや弱らせないとダメでしょ。何も起こらない。ファファファ、今の俺様にはそんなものは通用しないわ。増大した闇の力が俺に味方しているのだ。ジンが襲ってきた。隠れるな俺の後ろに。切れるぞデブー。あー、南極の風でも使うか。さっさと終わらしてしまおう。貴様ごときに慈悲はない。死ね。結構効くわ南極の風つえつえー役に立たないなあいつ。あの車同士本当に役に立たないな。あ、燃やされた。死ぬー、死人が出る。あ、オッケーオッケー。南極の風のおかげで何とでもなったわ。危な。経験値安っ。今だサラ、ジンが弱っているうちに指輪で封じるんだ。サラ姫は指輪を高く差し上げた。私の指輪あげるねって言って、ジンは霧のように溶けて消えた。指輪の力によって再び洞窟の奥へと封印されたのだ。ありがとうございます。あなた方のおかげでジンを再び封印することができました。あとはこの指輪をサスーン城の聖なる泉につければジンの呪いを解くことができます。指輪の力でサスーン城までワープしましょう。え、そんなことまでできるんすか。え、でも飛空艇、あの飛空艇、引く手。サラ姫は指輪を泉に投げた。
さあ、これでジンの呪いは解けたはずです。ありがとう、あなた方のおかげだわ。お別れですね。私はお父様のそばにいなくてはなりません。本当はついていきたい。でもきっと足手まといになってしまいますね。ずっと足手まといだから大丈夫だぞ。サラ、旅が終わったら必ず帰ってきてくださいね。私も待っています。いつまでも。ええ、必ず。よくわかんないわ。どこでそんな友情関係生まれたよ。ありがとう戦士たちよ。再びジンを封印し、サラ姫を助け出してくれたことを礼を言う。これを持っておきといい。何かの役に立つかもしれん。王様からカヌーをもらった。ありがとう。じゃあな。これでまあシドの元に戻ってあげればいいのかな。サラ姫があなたに会いたがって、あなた方に会いたがっていました。右の塔の一番上が姫の部屋です。へえ、右の塔の一番上。ちょっとアクセス悪いところに住んでんだな、姫様な。お、宝箱あんじゃん。明るい BGM が戻ってきたな。お、フェニックスのだ。高級品やぞこれ。あれ、弓とかって装備できない？できないのか。私はお父様のそばについていなくてはなりません。ああ、もうめんどくさ。同じ話されるだけやんけ。せっかく会いに来てやったのに、あの女。さら君は毎日あなた方のことばかり言っております。じゃあ、はい、あの、毎日ってついさっきなんですけど、ここを救ったのはついさっきなんですけど、まあいいや。これ左の通りも宝物とかあんのかな。あーるかな、あーるかな。あったー。聖なる野党ハイポーション。ギャー、これは死ぬやつだ。俺はもう刺した。これは死ぬやつだ。諦めよう。時には諦めも肝心だ。あ、大丈夫そうだ。ザコがよう、ビビらせやがって。あぶねー。ワイトスレイヤー剣です。装備できねえ。なんかロングソードとはちょっと見た目が違う。まあいいや、そのうち使うときはあるだろう。てかあれか、チョブで。いや、まあ見た目はただの剣だな、あれ。じゃあなんだろう、なんで装備できないんだろう。不思議だな。まあいいや、帰ろう帰ろう。帰ろう帰ろうの前にさ、この辺ってどうやって入るんだろう。どっから入るんだろうな。あ、入れた。あの、入れたけど行くとこないっすね、ここ。行ったわ。こういう壁をしらみつぶしに調べていく作業が大事なんだよ。FF やってる以上は。センギル、センギル。ここだったんだ、聖なる泉のとこって。じゃあ、ここの宝箱取ってから帰ってこいよ、本当に。王様がカヌーくれたけどさ、あれ絶対ないと進まないよな。ブリザード、川の盾。あ、ブリザード超重要物品、ここにあったんか。はあ、やられたわ。これのおかげで車同士が草の役にも立たなくなってるからな。ちゃんと取ればよかった。てか、あれだね、通れる場所って割と分かりやすくなってんだね。そう、これ見えるかな、これ。この白い線みたいなやつ。これがあるとこは通れるっぽいね。右側見てもそうなんだけどさ。
普通の壁とはちょっと違うんだ。まあいいや。よし、じゃあ帰りますか。帰りますかってか、飛空艇回収してシドに会いに行きますか。ほら飛空艇ないじゃん。あの野郎カヌーよこしたのは、うちの娘がすいませんみたいな意味で渡しやがったドライ。許さないぞ。うちの娘があなたたちの飛空艇を無視してみたいな。てか姫様そもそもどうやって渡ったんだよ。あ、まあ、それこそカヌーで渡ったのか。そもそもここまでワープできるんだったらいらんくない。あ、ちょっと待った、シドに話しかける前に回復してこよう。わざわざこっちに帰ろう。んで、んで、今まあ適正レベルってかレベル足りてそうだから上げる必要とかは特にないっしょ、多分。てかないと信じたい。で、ガズスの村、よくやった。さすがわしが見込んだだけのことはあるわい。お前そんな見た目してたんだ。引く手はお前さんたちが一役立てるのが一番いいじゃろう。それよりわしのわしをばあさんの待つカナン城、カナンの町まで連れて行ってくれな。頼む。あ、勝手に仲間になった。え、でもカナーンってどこにあるの。わしはシド、飛空艇を作った男、有名じゃぞ。カナーンにはわしの意思が知られた。飛空艇にミスリル製の物資を戦士をつければ体当たりで大岩を砕けることができません。ガズス村の鍛冶屋のタカに頼めば。どこにいるのそれ。なんだここ。やだやだ、宿屋だとか復活の泉だ。ありがとう、お前さんたちのおかげで元の姿に戻れたよ。知らん。あー、ミスリル製の防具とかが売ってる。まあ盾はいらないけど、兜と2つ、ミスリルアーマー2つ、腕輪2つ、小手2つ、オッケー。潤ってきたぜ装備が。いや、もうミスリル装備なんだな、早いな。17の90、これ4本だな。とミスリルだと2本。あー、両手持ちすんな、クソマドシ。お前は両手持ちしたってしょうがないだろ。知性上がるんだね。知性上がるんだったら両手持ちさせてもいいか、わさびの方に。よし、オッケー。で、問題の魔法よ。ファイヤー、ブリザード、スリップ。いや、ファイヤーだけ買っとくか。サンダーはないんだ。サンダーって1個レベル上じゃなかったっけ、そういえば。オッケー。じゃあこれで鍛冶屋のところに行きゃいいんだよな。ここ?ここじゃなさそう。お前だわ。カナンへ行くためにネルブの大岩を砕こうと思うのだが、飛空艇にミスリル製の戦車をつければなんとかなるかもしれん。よーし、待って、俺今作ってやる。マジか。ガンガンガンで終わったよ。それ終わったぞい。なーに、礼はいらんよ。村を救ってくれたんじゃからの。当たり前じゃ。それでは気をつけていきなされ。高爺さんが飛空艇にミスリルの戦車をつけてくれた。あざーす。よーし、飛空艇で大岩に体当たりじゃ。もう危険な賭けになるな、それ。シダさん一緒に乗らない方がいいんじゃない。なんか今、あちち、あ、そういうのがあるんだ。松明の火に触れるね。ミスリルの洞窟、なんかあるっぽくない。行ってみよっか、ついでに。レベル上げにもなるだろうし。シャドウ、
弱っ。本来はここ先に来るべきだったのかな。いやでも防具とかちゃんと揃えたから弱く感じるだけで、実際のところはちゃんと強いんじゃないか多分。ああ多分そうっぽいよ。え、シドはお留守番してれば引く手で無理についてくる必要ないんやで。あれなんか暗闇食らってる。まあいっか。でも出てくるのがマミーとかだから、まあ封印の独走終わってから来るっていうんで間違いではないのかな。ユスリルソード2本が手に入りました。いりません。帰りましょう。もう買いました。それはでもそのうち三刀流とかできるようになるかもしれんからな。持つだけ持っとくか。できるわけないんだよな。この呪いの銅貨とラルファイの組み合わせ結構強いんだよな。てかラルファイが強いんだよ普通に。 OK。 あ、めっちゃレベル上がる。助かる。あと目薬もくれたから目薬使ってあげよう。目薬ちょっとさ整頓してくんね。なんちゅう、自分じゃなくてアイテム戦闘で整理してほしい。すげえ邪魔だった今。あ、バックアタックだ。あ、グラさん、グラさん、ダブルグラさん、勘弁してくれ。グラさん状態は命中率が単純に下がるから嫌なんだけど、割と当ててくれるねお前ら。やるじゃない。とりあえず、とりあえずめんどくせえから宿屋で寝るか。あ、でも目薬変えばいいか。今のところ魔法で治せないから目薬だけは多めに持っていかないといけない気がする。ポーションも買っとけよって話なんだけど、ポーションはいいだろ別に。大丈夫大丈夫、なんかあったらあれだって、なんとかなるって。しゃあ行くぞーらー。え、壊れましたけど。いてて、ちょっと派手にやりすぎたの。じゃがみんな、なかなか肝が座っとるな。肝が座ってるんじゃない。逃げるっていう選択肢がなかっただけだから。勘違いしないでもろて。右下のところに町があるから、そこだな、多分。ここだな。どうもー。ありがとうよ。わしのできることなら何でも言ってくれ。お、今何でもって言ったか。そうだ、もう一度飛空艇を作ればお前さんたちの役に立つかもしれんな。アーガス王に会うのじゃ。王が飛空艇の秘密を知っている。本当に助かったよ。いつでもまた来なさい。いいおじいちゃんだな。はよ行け。一回も敵とエンカウントしてないのがすごい。なんで一瞬止まったんだよ、早く行けよ。一回も敵とエンカウントしてないからすごいあれなんだけど、不安なんだけど。まあここも売ってるもんは変わんないっぽいね。どうすっか、魔法だけ見るか。いや、いいです。あ、サンダー売ってる。ポイズンも売ってる。ブラインは別にいらないけど。でもまだ黒魔法レベル2使えなくない？あ、使えるのか一応、もう今。そっか。じゃあもうちょいで、あれかな。あ？で？
アガス城に会えとか、王に会えとか、なんか言って抜かしてやがったけど、抜かしてやがったけど、白っぽい白なくない？周辺に。ここかな？なんか、入れますよみたいなところがあるんだよな、露骨に。おう？バハムートくん、チース。怖っ。あ、でもそっか。カヌーがあるから海に出れるんかな。あれどうなんだろう。あれどうなんだろう。微妙にあれだぞ、不安になってきた。敵がちょこっとだけ強いね。ちょこっとだけね。いや、カヌーはさすがに使えないっぽい。浅瀬のこういう青いとこでしか使えないんじゃないかな。あー、とりあえず意味もなくドラゴンの山登る？次回はどこ行ったらいいかわかんないしね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにして、次回はまあ意味もなくドラゴンの山に登ってみましょう。多分意味はないと思うんだけど、街で聞き込みしてから行ってみるか。何かしら理由があるかもしれんし、うん、ちょっとマップの縁の部分が作りが不思議だよね。これはなんでかっていうのは俺は知ってるんだけど、まあなんかね、ファイナルファンタジーシリーズの3作目なのに異常に街とかさ、あれが少ないように思えると思うんだけど、全然こんなことないので、はい、また次回ね、続きやっていきましょう。じゃあ、ありがとうございました。